食べましょう。すごいフランスパンや。フランスパンや。フランスパンやというか。え？なんだろう。これはね、カフェカイラのココナッツ、なんだったっけ？フレンチトーストだよ。ボーステーちゃんにも取りますね。うわ、もうや。これはどのぐらいつけたの？そんなにほどつけてないんだな。何分つけるとは書いてなかった。でも、これ2度焼きしてるんだよ。カイラ二度焼き二度ゆで好きやね。あれ何あれはどれ、うん、何それパイナップルついとって可愛いね。そのスプーン多いでしょ。甘いとるよ。しかがない。チーズ挟むらしいんだけど、ちょっと省きました。クリームチーズやっぱ入ってた方がいいんだな。まあでもこれ美味しい。二度焼き、うん、フライパンで焼いた後にパンを焼いてつけて焼いた。ちょちょつけて焼いてつけて焼いて焼いた。その後200度のグリルで 1,2 分カリッとさせるんだって。変わる。カリッとするみたい。2回焼くの好きだな。うん、みたいな。もっと甘いのかと思ったけど、ちょっと。いや、本当はもっと甘いと思うよ。そうなの。あと普通はなんかホイップクリームとか。うん、いや、まいちゃん、甘いんだね。ちょっと。本当はもっとなんだろう。おつけだれみたいなのも、相当グラニュー糖入るのをちょっとした蜂蜜で抑えてやる。蜂蜜は入っとるんだ。うん、蜂蜜感じるよね、うまみが。これはお料理上手やね。お料理上手なこともないけど、オレンジ美味しい。うん、オレンジ久しぶり食べてみた。
オレンジの皮はあえて残してやるところは食べる。え、美味しいなと思ってもしゃもしゃしてたよ。やつさ、はじめベージュだったけど、実はヤシの皿なのか。知ってるのだ。知ってた。なんか料理乗せるとさ、ヤシが一切映んないね。それはけしからんな。もうちょっと周りにもヤシの色あったら。ブルーベリーが始めたい。